はいどうもお世話になっております、こんしばです。しばくろと申します。今日はポケモンレジェンズアルセウスを10時間プレイしてみたので、その感想をお話ししていきます。遊んでみて感じた良かった点と気になった点をまとめてみましたので紹介していこうと思います。ポケモンレジェンズアルセウスがどんなゲームか気になっているという方は最後までご視聴いただき、ぜひこの動画を参考にしてもらえると嬉しいです。それでは早速紹介していきましょう。まず10時間プレイしてみた感想はめちゃくちゃ面白いです。ポケモンが好きな方は迷わず購入してもいいんじゃないかなと思います。発売前の情報を見ていた時は、今までのポケモンと違いアクション RPG というジャンルでしたので、ポケモン本編とは別のスピンオフのような作品だと思っていました。ですがストーリーも先日発売されたダイパリメイクとつながっていたり、公式が本編と言っていたのも納得できるような内容でした。何が良かったか順番にお話ししていきたいと思います。まず一番良かったのは、時間を忘れてしまうほどポケモンの世界に引き込まれる点です。広大なフィールドにたくさんのポケモンたちが生息しており、誰でも一回は考えたことがあるポケモンの世界に行ってみたいという夢を叶えてくれるような世界観でした。ただポケモンがフィールドを歩いているだけではなく、近づくと逃げたり、いきなり襲いかかってきたりと、本当に生きているような描写がリアルで感動しました。それに加えてフィールドが広くなったことで、移動手段もポケモンたちに乗って移動できるポケモンライドが新しく追加されたりと、プレイヤーを飽きさせない工夫があると感じました。時代が昔のポケモンたちが暮らす世界なので、自然が多く人工物の少ない風景を楽しみ、本当に旅をしているかのような没入感がありました。この手のゲームは基本的に移動がめんどくさかったり、決まった目的地に一瞬で移動できるファストトラベルを使ってしまいがちですが、このゲームは移動するだけでも楽しいと思える素晴らしさがありました。次にアクションですが、思っていたよりも簡単で、ポケモンに狙いをつけてボールを投げるときもボタン一つでアシストしてくれたりと、アクションが苦手だよっていう方でもこれなら十分に楽しめると思います。周りはポケモンだらけですので、走り回ってポケモンを見つけたり、草むらに隠れて息を潜めたりと、楽しさや程よい緊張感も味わえるいいゲームシステムだと感じました。ポケモンたちの数も今分かっているだけで250種類が登場します。今回は今までとは全く違ったモデリングやシステムなので種類が少ないかなと予想していましたが、いい意味で大きく裏切られました。加えて今作から初めて出てくるポケモンもおり、今から会えるのが楽しみです。そしてまさかの御三家の新フォームに進化するとの情報もありますので、どんな姿なのか期待が膨らみますね。やり込み要素も十分あり、レジェンズアルセウスの目的でもあるポケモン図鑑を完成させるためには、ポケモンたちをたくさん捕まえなければいけません。捕まえやすいポケモンはもちろん、難易度が高いポケモンも何回も捕まえないといけませんので、いろいろ自分なりに戦略を立てながらチャレンジするのも楽しみの一つですね。ゲームのボリュームもかなりあるかなと思います。10時間やった程度ではおそらくストーリーの5分の1も進んでないと感じました。もちろん寄り道やサブクエストも充実しており、かなりの時間遊べる作品だと思います。たくさん良い点を挙げましたが、ここからは気になった点も少しお話ししていきます。まずは従来のコマンドバトルが少し物足りないなと思います。今作はアクションが売りのゲームですので、どうしてもそちらに力が入っており、コマンドバトル自体は作業感のある印象を受けました。力技や早技といった新しいシステムも存在しますが、コマンドバトルはあくまで捕獲する前に相手の体力を削るといった補助的なシステムのように感じました。もちろん戦略の一環として必要な部分ですし、演出が凝ったものもありますので、悪いというわけではなく、あくまで少し物足りないなといった感想です。もう一つはグラフィックが少し荒めな点です。遠目にポケモンを確認できても近づかないと何のポケモンか分かりにくかったりします。また岩と岩の隙間に謎の斜線が入ったり、岩の影がなぜか紫色だったりと少し気になる点がありました。ですが全体としては景色やポケモン自体のグラフィックなどはとても綺麗でしたので、ゲームするには気にならないと思います。はい、皆様いかがだったでしょうか。以上が10時間遊んでみた感想になります。とにかくめちゃくちゃ面白くて、現段階では神ゲーといった印象を強く受けました。まさにこんなポケモンがやってみたかったという全てのポケモントレーナーの夢を叶えてくれたような素晴らしい作品になっていると感じました。
前作のダイパリメイクでも少し話題になったバグ等もまだ見つかっておりませんので快適にプレイできています。個人的にはアクションが思っていたよりも簡単でしたので苦手だなといった方でも十分楽しく遊べるんじゃないかなと思います。購入を検討されている方やゲームが気になっている方はぜひこの動画を参考にしてもらえると嬉しいです。これからもレジェンズアルセウスのプレイ動画や攻略解説動画を投稿していきますのでぜひチャンネル登録してみてください。またこんなことを教えてほしいみたいなことや検証してみてほしいことがありましたらぜひコメントいただけると嬉しいです。ではここまでご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、おつしばでーす。